次はもうこの際だから今度は出張用のカバンです。これはリックってもうちょっと大きめ、ちょっと大きめですね、これは感じで、大きめですけども、東京とか行く時の出張用のもので持っています。まあ、ここにはまあ、また空港とかでもこうなんかね、優先があるのでもちろん持ってます。であと飲み物と、あ、スノー、誕生日にもらったスノーパークのなんていうの、これ350ミリの、これは軽いやつ、チタンだね、チタンニウムの、これ50グラムですよ、50グラム。これにまあコップ代わりとか火に起こしても大丈夫なので、こうやってこれを持って、まだ一回も使ってないけど、あとまあビニール、ここの方にカバン入れて、ちょうどねこれがカバンに入るんですよね。ここに入ってですね、入ってどうやってんだこれ、取れてる、これが入ってですね、こうやってペットボトルもちょうど入るんですよね。こうペットボトルが入るサイズなので、ここのついでスペースを活用すると。反対側にもまあビニールで、結構ビニール後で重宝すると思います。でこのは何が入ってるっけ、トイレに流せる、ものが3つ、トイレに流せるウェットティッシュが入ってます。これもここなんでここに置いてるかというと、この大きいカバン持ってトイレに入るじゃないですか。でなんと旅行中だからね、カバンをずっと持って歩かんといけないので、これをトイレのだいたいドアの後ろぐらいにかけるのがありますから、このフックで、このこのフックで、トイレにかけて、でここの部分からトイレ流せるトイレのものを出して、使うというふうになってます。あとさっきのホイッスルもこういうところにはめるといいよね。はめたらいいと思います。ここは何が入ってる、ちょっとまだ整理してないけどね、あ、お金だ、10円玉、10円玉を、これは公衆電話とかで電話もし誰か緊急で呼ぶときのもの、10円玉と1000円折り曲げて入ってます。あとこれは販売機とかで使えるように100円玉をこうなるべくお釣りがないような形で硬貨を入れてる。これが意外と重たいからですね、なかなかたくさん持つのも厳しいというか、この辺はHDMI とイヤホンですね。ちょっとまた季節によって入れる内容も変わってくると思います。上の方は割と取り当たりしやすいのかな、あまり大したこと入ってないな、イヤホンと自撮り棒とホテルで使うバスタブバスタブじゃない、バブ。わあ、ただ詰め込んでるだけだな。もう出てきた順番でカロリーメイト、これはモバイルバッテリー、これライトもつくやつだね、これね、ピッて、はい、あれつかない、 93% になってる今、はい、モバイルバッテリーですね。結構これ持つんですよ。2680026,800かのワットアワーの使えるモバイルバッテリーが入ってます。 USB もこういったタイプですね。結構これも重たいで、一応は避難所とか行った時とかコンセント1個もらって、延長コードでこの、まあ、テーブルタップがもう1つだけでももらえたら、それを延長コードで分けることもできますし、 USB の
充電もできるので、まあ後で話します。これ交流ですけど、交流の100ボルトですけど、こっちは USB なので5ボルトですね。これは QC3.0 対応も入ってるということでした。もう最近買ったばっかりの。あと白いもの、これは 紙おむつですね。お漏らししないように紙おむつも入ってます。で、これは革の手袋ですね。軍手、皆さん普通災害用って言って軍手って書いてますけど、軍手って割と目が粗いじゃないですか。目が粗いので、なんていうの、目が粗いから、なんか尖ったものとかを触る、握ったりとかするときにどうしても刺さるんですよね。だけどこれは羊の皮かなのものを、で、私はおすすめしてます。柔らかいし、まあ、牛の皮のもの、柔らかいやつでもいいんだけど、割と薄くてのもので手袋って、革の手袋って割と指がね、指の長さが皆さん既製品で合わないんだけども、だいたいいいぐらい、ちょっと大きいのを、ちょっと自分の指で大きいものを買って、まあ、フィットするもの、ちっちゃいと厳しいんだけど、これ指先ほらフィットしてるじゃないですか。これはなぜかっていうと、一旦わざと濡らしてですね、手を入れたまま濡らしてですね、これを縮ますんですよ。縮ませておいて、で乾燥させるとちょうど自分の、手の大きさにフィットする。で、そのまま、なんていうの、こう操作がしやすいっていうのがありますから、まあ、薄くて割と丈夫で、使いやすい、まあ、体にフィットしやすいというのでは、私は羊の皮をおすすめします。手袋ですね。なんかいろいろ出てきたと。100均の24時間のこのケミカルライトっていうのかな、このポキッて折ったらほらつくやつ、ついの明るくなるやつ、これ12時間、24時間、よくほら FBI の、映画とかでパチンって言ってからこう洞窟とかやるときの、いけないところとかもやるところも使えるもの、何を言ってるか分からない。で、バッグの中に、またバッグ、100均で買ったのかな、バッグの中にバッグが入ってますけど、これはまあ出張行った時に、ホテルとこの会場、まあ学会とかホテルから、なんかその会場にまで行くまでで、ね、ちっちゃいまたカバンが必要なんですよ。その時のためにまあ置いてます。で、この中には今何が入ってた、これ、こっちには何も入ってないのか、こっちに入ってないんだけど、なんかちょっと整理が下手くそだけど、整理用で入れてるんだけど、これは、手袋だね。ちょっとなんていうの、ビニール手袋っていうよりも、割と、なんていうの、使い捨てで、衛生面で、何も、これ今、衛生面で、怪我した場所、部位とか触るときのものです。で、これはダイソーで言ったこれ枕ですね。避難したときに、枕、頭をちょっと仮眠するときとかで空気を入れて使える枕で、これはバンダナかな。バンダナというよりも、こういった袋になってる、これ違うよね。こうやって、ほら、首に、こうやって首に、なんていうの、巻いたりとか、なんか事件かな、首こうなってるけど、これはまあ包帯代わりにももしかしたらなるかもしれないし、これ薄いんですよ。薄いもんだ、薄いし、ちょっとこれ、なんてほら伸びるタイプのもので、で薄いのは万が一濡れた時にも乾かしやすいっていうのと、まあ、こういったタオルよりかは、木綿のタオルよりかは、こうやって手ぬぐいの方がいいと思います。場所も取らないし、手ぬぐいだと乾きやすいし、まあ、包帯とかにも巻けるっていうのでは、こういった手ぬぐいをおすすめするところで、そうですね、タオル終わった。で、これはソルの、これエマージェンシーのこの、バンケット、のポンチですね、ポンチョ、ポンチョ。これ一旦出したらまた畳むのが、これちゃんと、ほら、なかなか簡単に収納しきれないんだけど、まあ、ポンチョ。
カッパ代わりですね。でこれはあの百均のこのなんていうかな、網目の中が見えるようなタイプのチャックで、このファスナーで、入れられるもので、結構息が切れてきたな。こうやってトイレ関係か、トイレあのなんていうの、簡易トイレ、そのままこのままこの中におしっこするっていう、それを処分する黒いビニールがいくつか入ってます。だビニールは持っていると、あの水を、まあ、もし水をもらいに配給でもらいに行く時とかも使えるし、お物をあの隠しておくっていうか捨てる時でも使えるし、これもあの携帯用トイレですねも持ってます、おしっこしたい時の。あとこれは非常用トイレの凝固剤、ですね、大便した時とかの使えるもの。まああのま、水は我慢、飲むのも我慢できたとしてもトイレは絶対我慢できないので、トイレ関係は重要ですね。なですなって言ってですね。あ、あ、なんか落ちたぞ。中からな、落ちた。この辺は医療関係。ポイズンリムーバー。ポイズンリムーバーですね。この蜂に刺されたりとか、アブとかですね。蚊に刺された時なんかは、まあ、割とこのタイプはこうやって押して、ピッて手で引っ張れば、中を吸ってくれるタイプのものです。この方が使いやすい。押さないと押さないとできないタイプがあるんですけど、片手でこうやってこっちで押すっていうのができないもので、引っ張った方がいいんですよね。だから、これでポンプ、こっちがポンポン、プシップシッってやるとポンプみたいな形で引っ張れるから、片手で操作できるタイプのものが、ポイズンリムーバーはいいと思います。まあ、一時の救急対応ですけどね。これは救急隊員、またこれもフラッシュライト、これつくかな、つかないやし、やしえって、これも LR44 が4つ、あ、これ絶縁してる、ほらね、これ絶縁してるから電池変えなくていい、こういった感じで、まあ、買った時にもそういう形になってるんですが、これで電池がついてますけど、これに、シールとか紙を置くことで、はい、こういう感じで見えてるかな、ことで絶縁できますから、いざっていう時だけこれを使うと。だから一旦これで、まあ普段はお守り代わりですね。綿棒とか、歯間ブラシですね。爪楊枝、結構 歯の衛生、口の中の衛生、とってもあの病気とかにも、口からあの感染菌が繁殖して、体の調子が悪くなるっていうことがよくあるっていうことで言われてますから、その辺が、口の衛生面は結構口腔内の衛生は大事です。まあ、アルコール面、カットバン、これは何、こ、あ、色入れるものだね。あ、これ入ってたら塩が入ってるのか。これはまああの塩、空港でもらったものですけど、塩はあの、まあ、夏場脱水症状を起こした時とかに使えるものっていうことで、塩も持って歩いてます。私また寒冷じんましん持ってて、まあ、常備薬ですね、あのアレルギー用の薬も持ってます。でこれはなんだ、これもこれは喉飴とか、アレルギーの薬とか、安定剤みたいのが入ってる。これもあの、あ、これは何、スタバのキャンディ、なんだっけ、フレスクみたいのが、あ、ミントが入ってたやつのケース。こういったちっちゃいカンカン探すのがもう趣味です。でちっちゃいカンカンがあると割とあのいろんなの詰め替えできるので。とこれはアイマスクですね。あの避難所行った時に、避難所はずっと電気つけっぱなしになってますから、眠れないくならないように、アイマスクもあります。本当はね、耳栓もあった方がいいです。うるさくて眠れんっていうのがありますから、耳栓もあった方がいい。でこちらのグループは何かっていうと、飲み物系かな。マルチビタミンってことで、いろんな、まあ、ビタミン、いろんな、まあ、美容元素がそんなに少なく、特に関係ないかもしれんけど、まあ、お守り代わりでビタミンが、バランスが悪い時のために持ってます。
あとはお茶ですね。なんかあった時のために。ただ水飲むんじゃなくて、お茶を飲めると。コーヒーもあった方がいいと思うけど。これはもう歯間ブラシ。で、これはダイソーで買ったやつかな。折りたたみのフォーク。スプーン使う、まあ、スプーンじゃないと飲めないのはあるけども、器があればこうやって飲めるので、フォークの方が割と、何を持つかって言ったら、やっぱフォークを私は優先させる、これるやん。優先させるので、フォークを持ってます。まあ、フォークと、スプーン、両方持ってるといいかもしれないけど、なるべく量は減らしたいもんだから、1個にしてます。これは、なんだ。これもアルコール麺だね、アルコール麺。これは、このケースが欲しくてですね、買ったのが、これ何のものかな。ジャパンメディカル。忘れた。なんか、なんか、アルコール、なんかウェット系のものだね。これは、これも、まあ、ちょっとした、ファイヤースターターができるものの、栓抜きとかが入ってるものです。で、これは、ガラン。まあ、盗むわけじゃないけども、もし外で割と水まく、庭に水まく用のものであるんだけども、その水を分けてもらう時のための、ガランです。まあ、ちょっと何かを止めておきたいためのもので、ステンレス製の、この、なんていうの、なんだっけ、洗濯バサミ。これは何かな。これは、セリエで売ってる、この、まあ、カンカンだけのが売ってますから、それを買ったものですね。あ、これ、ファイヤースタート。コットンボール、要するにコットンのボールにワセリンを染み込ませたものです。これはそのまま、このワセリンですから、そのままこう塗ってもいいし、これはどちらかというと、ファイヤースターター用で作ったものです。これ、こっちに芯立てれば、ろうそく代わりに、これがそのままろうそく代わりになります。結構疲れます。これ、まだある？何？これ。あ、マスク、個別包装、まだ、今はもうないけどね。175ミリのマスクと、個別包装されたマスクと、これは、なんだろう、虫眼鏡拡大鏡ですね。ちょっとこう、手にトゲが刺さった時とか、見る時とかにも使える。あと、また、もし万が一、太陽で火を起こすとかいう時があれば、それで、火を起こせばしようという話の、まあ、グッズが1、これで、この3つセットで、これはここと、この、これとここは自分で縫ってます。だから、袋をこう一つになるべく、バラバラにならないように形で縫っておいてます。結構あるね。で、これは、まあ、コンパス、方位磁石、またこっち出てきました。これは、あ、お薬いろいろだね、もうね。これは止血、この、する時のベルト、バンド、ゴム、バンド。これはもうさっきのいろんなアレルギーとか、安定剤とかの薬。これも風邪薬とか、鎮痛、カロナールとかの、この割と、熱とかの、薬ですね。頭痛、まあ、どうしてもストレスからいろんな頭痛とかが、女性も多いから、その辺の薬も持ってます。あと、体温計もなぜかこれ磁石つけて、こうやって、はい、磁石つかないか。磁石も、こうやって、なくならないように、ちゃんとつくかな。つかんやん。つくか。この間メンテナンスしたつもりだけどな、コロナの時。ほら。乾電池がつかない。これも電池切れ。LR41、2個。
LR41 は必要だよ。LR41 が2個、乾電池、体温計が使えません。ついた。あ、電池切れ。はい、電池切れです。あとこれ、ちょっといけないかもしれんけど、イソジンを、これ、ほら、口のピシピシってやる、口で入れるものだけど、これ、使い切ったものに、イソジンをちゃんと、お湯、湯煎して洗ってですね、溶かしたもの、洗って、消毒したものに、イソジンを詰め替えたものです。イソジンは、まあ、うがいとかものですね。で、同じような形で、これは、虫刺され、虫かゆみとかの、かゆみ止めですね。リーベイトエイ、これはもう詰め替えしてちっちゃくしてます。同じような形で、こうやってね、ちっちゃい形で容器ちっちゃくしてます。やっぱこの辺はまた、デピカジェル、アルコール綿、これはロコイドクリーム、まあ、ステロイドの軟膏、もうちょっとないけど、個人で使ったものですね。あと、カット板がいろいろ、いろんなサイズのバンドエイドですね。バンドエイドが一番、世界的にもいいかなって感じですね。ジョンソン&ジョンソン。はい。まあ、テピカジェルとバンドエイド。あと、綿棒。あと、固形石鹸ですね。手洗いする固形石鹸。あ、最近ね、紙タイプの石鹸ってあるんですよね。紙の固形石鹸がありますから、紙タイプのもいいと思います。あと、まあ、さっき言ったみたいな綿棒でしょ。おっち。綿棒に歯間ブラシ、歯間ブラシ、歯間ブラシ。これなんだ。あ、ワセリン。これはワセリンっていうか、リップスティックですね。これもワセリンなので、まあ、リップスティックもあるけども、ファイヤースターターにも使えます。これは目薬。この目薬ですね。この使い捨てのもの。これは、まあ、消費期限もありますけど、もう見ながら、まあ、緊急用のもので、こういった、常備薬。この辺は、どちらかって言ったら、救急箱っぽいですね。救急セットです。救急セットが、この一つに入ってるけど、乾電池は、体温計は今使えないよ。で、またこれも、100均で売ってる、中が見えるタイプのも、こっちも本当、救急って書いた方がいいけど、これに紐に、こうやって、すぐ使いやすいような形で、自分で紐を、パラコードで、紐で自分で作ってるものです。開けやすい。はい、こんな感じのが、このバックインバックにも入れて、整理しやすいようにしてるつもりです。で、結構これ説明するの疲れるね。時間かかる。あとは何か入ってるかな。ああ、大事なものね。このメガネ。このメガネもちょっと古いんだけど、自分の使ってた古いメガネとかを、まあ、もうちょっと度数はちょっと合わないけども、こういった頑丈なもの、割れにくいのに入れてます。あった。ああ、ホイッスルね、個人の。さっきのツインホイッスル。よいしょ。非常用。これ整理しなさいよ、こっちも出てきた。これは、これね、ペットボトルに、ペットボトル。これも、これダイソーで見つけてあったんだっけな。こうやってペットボトルに水入れてですね、このままこう入れて、差し込んで、こうやるだけで、これが、携帯用、お尻洗いウォシュレットですよ。これで、水をピシッピシッってやると、こっちから水がシューって出てくるので、これでお尻を、に、こうやって、お尻を洗浄するっていう。まあ、ペットボトルと水が必要ですけども、そういったのがあると。これはまあ、なんかのため、止めるための金属のステンレスのワイヤーですね。あと、一番大事なのは、東京出張行った時には、地図とコンパスが必須になります。全然知らない土地なので、知らない土地というか、
方向感覚がもう地震来たら右も左も分からないので、逃げるどこに逃げるかも、どこに逃げてるかも自分でも分からないと思うので、その辺のコンパスと地図は、まあ、マストなアイテムになると思います。はい、以上でレビューはこれで終わりたいと思います。はい、ちょっとやっぱ定期的にね、定期的にメンテナンス、食べ物は賞味期限が大丈夫か、カロリーメイト、2021年7月、今年の7月にはもうあと半年ではダメになる。で、体温計は電池切れで、そういうこと、食べ物、乾電池、電池類、こういったものも電池、まあ、電池も絶縁しておかないといけないよね。これも、まあ、帽子とこのヘルメットですね。これヘルメットに、これはヘッドライト、これは横につける、これは炭酸かな。これ横から入れるやつなんだけど、蓋開けてですね。はい、ちょっとね、こうやってほら炭酸電池ですけど、ちゃんとマスキングテープして絶縁しておいとくと。で、絶縁しておいとけば、すぐにはつかないんだけど、いざ、実際使いたい時に、電池切れっていうことが起きないので、ぜひ体温計もそうしとけよって感じだけどな。体温計どうしよう。体温計もね、いざっていう時に使うもんだから、それも持っとかんといけない、なんていうの、いざっていう時使えないと困るので、まあ LR41 のタイプは4個4個だと8個、まあ10個ぐらいは持ってた方がいいかもしれんね。 LR41 は10個ぐらい、44はブザーとかは44だったもんね。その辺のは持ってた方がいいと思います。ツインウェーブも見つかっ、これ探してたんだけど見つかってよかったです。これ私のものですね。